皆さんこんにちは、ののです。最近はめっきり暑くなってきたんですが、今日はこちらで爆食していきたいと思います。銀だこ酒場です。ここにはね、ずっと来てみたくて早5年が経ちました。多分いろんなところにあると思うんですけど、メニューはこんな感じです。たこ焼き以外にもね、一品メニューがたくさんあって、どれを頼むかめちゃめちゃ迷いました。1杯目はこちらから。乾杯。なんかね、混ぜるためのストローがついてたんで、久しぶりにストロー飲みをしてガンガン酔っちゃおうっていう作戦ですが、やっぱり豪快に飲んだ方がお酒は美味しかったです。紅茶レモン杯はとってもさっぱりしててね、飲みやすいですよ。そして第1弾頼んだのがこんな感じになっています。もうこのね、食べ物の絵だけで食欲が湧いてきますね。まさに飯テロなんじゃないでしょうか。久しぶりにね、お通しが出てきて、お通しって頼みたくもないのにお金がかかるんでね、ちょっとテンション下がってたんですけど、きんぴらごぼうだったんですけど、このお通しがめっちゃ美味しくて、これで220円だったらまあいいかなっていうくらい最高な味付けでした。お酒にも合いますね。そしてなんといってもこのたこ焼き、銀だこのたこ焼きは本当にね、美味しいよね。私たこが嫌いなんですけど、今回ね一人だったってこともあって残せないので、たこをね頑張って食べてみたんですけど、結構美味しく食べれました。たこ焼きってさ、ソースとかがかかってるから味もね、海鮮の味がしないからね、めちゃめちゃ美味しかったです。これからはね、たこ焼きだったらたこも食べられそうです。続いて明太チーズです。なんかさ、4個ずつとかね選べるから、いろんな味が食べれるっていうのがここの魅力だと思います。1人だとね、なかなかさ、8個入りとか6個入りだと2種類っていけないけど、4個入りっていうので違う種類が食べれて、とっても幸せな気分になれました。そしてね、どの味も本当に美味しい。私結構ね、たこ焼きが得意料理の一つでもあるんですけど、いつもね油とかをね最後に塗って銀だこ風にねカリッカリにしてはみるものの、やっぱりね銀だこにはならないんですよね。だから本当に企業努力って言うんですか、なんか頭良さそうなこと言ってるけど、そういう味とかね作り方とかがすごいんだなって改めて思いました。そして見てくださいよ、これ絶対美味しいやつを見つけてついつい頼んでしまいました。肉巻きおにぎりです。私本当にね肉巻き系は大好きなので、もう頼まずにはいられなかったです。やっぱりめちゃめちゃ美味しかったですね。このね、肉とご飯の間に大葉がね巻かれてて、それが本当にいい味を醸し出してました。これはね本当におすすめなので、皆さんも食べてみてください。本当にね何本でも食べれる味でした。このお店に行ってみたいなと思った方、高評価ボタンを今ポチッとお願いします。いやでもね、肉巻きおにぎりっていうとディズニーシーにポークライスロールっていう名前だったと思うんだけど、そういうのがね売られてて、そこのが私めっちゃ大好きで、シーに行くたびに食べてるんですよ。みんな食べたことあるかな。本当にね今あるのかわかんないけど、多分あると思うんだけど、皆さんC に行った際にはそれを食べてみてください。ディズニー行きたいな。最近全然行けてないんですよ。多分最後に行ったのが去年のハロウィンとかだった気がする。こんなに行ってないのも久しぶりなんじゃないかな。でもディズニーはね、たまに行くのがね、楽しいですよね。年一とか。みんなはどの季節のディズニーが好きですか？私はやっぱりね、春とか秋が好きですね。クリスマスとかに行くとね、なんか人肌が恋しくなっちゃうので、あんまりね行きたくないですね。彼氏とかいる時とかはね、冬に行きがちだけど、やっぱりね寒いんだよね、向こうって。だからね、もうちょいね気温が下がった頃に行けたらいいなと思っています。そしてね、私いつもねディズニーに行ったら風船を買っちゃうんですよ。いや、ディズニーじゃなくてもなんかそういうねテーマパークに行くと風船が大好きで、絶対風船が欲しくなっちゃうの。でもね、風船、あ、このね急なバッグ紹介、可愛くないですか？このバッグ、マーク・ジェイコブスの新作のバッグで、真っ黄色、暗い服とかに入るのでおすすめです。それでね、話戻るんだけど、そう、風船が大好きで、いつもねディズニーに行くと風船を買ってました。っていうか、お姉ちゃんとかお母さんがねいつも買ってくれてた。今日はどれがいいのって言って。優しいよね。私には7歳離れてるお姉ちゃんがいるんですけど、そのね最初の動画の2本目に出てるんですけど、お姉ちゃんがいつも私が小学生の時に海の日に毎年お姉ちゃんがディズニーに連れてってくれてたっていうのが一番印象的ですね。まあ、海の日以外にもね何回もね、まあ、年4回ぐらいは連れてってもらってたんだけど、ポップコーンバケットってあるじゃないですか。あれって結構新作が出ると思うんですけど、行くたびにね買ってくれるんですよ、お姉ちゃんが。だから私あれ使い捨てだと思っててずっと、まあ、家にねどんどん溜まってっちゃってたんだけど、すごいね贅沢をさせてくれてたなって思います。だってさ、7個上って言っても私が小学生の頃ってさ、お姉ちゃんが高校生とか高校卒業したてじゃないですか。いやー、そんな頃にねすごく面倒を見てくれてたっていうのはね、本当にありがたいことですね。そんなこんなでディズニー話をしてたら動画が終わってしまいました。まあ結論から言うと、銀だこ酒場本当にね全部美味しかったです。いやー、5年越しにねやっと来れたんだけど、これは本当にもうリピ確定ですね。友達とか飲み友とまた行きたいと思いました。皆さんもおすすめなのでぜひ行ってみてください。それでは今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。